おはようございますというか、こんにちはという、早速噛んじゃったよ。まあ、こんにちはというわけでね。今日は、40日目ですか。実際はね、多分ね、48日目ぐらいのような気もするんですが、ちょっとね、ずっとね、退院、去年入院してね、退院してから、歩いてたんですが、ちょっといろいろね、イベントとかあって、何ヶ月、3ヶ月ぐらい休んでたのかな。その間何日目だか分かんなくなっちゃってね。まあ別にね、そんなに正確にこれ、何日目って出す必要もないものなんで、適当にやってますが、40日目ということでね。まあ、なんでしょうか。ちょうど切りのいい数字でありますね。はい、荒川でございます。毎度おなじみ。おなじみの荒川。さあ、今日も見ていきましょう。今日はちょっと雲が出て、多少の風もあるかなと。まあ、私はものすごい速さのスピードで実は歩いてるんで、絵はね、これ格好してるんですよ。本当にマッハで走ってるんですよ、これ。風があるのかもしれないですけど、くだらないことばっか言ってますね。今日もテクテク歩いております。最近ね、山散歩っていうのがね、そもそもなんすかね、小さんすか、小散歩、あとあれですよね、純散歩、その間にあれですよね、あれ名前何だったのかな、若大将ね、加山さんも歩いてましたね。街歩く散歩のね、番組あってね。まあその名前を、まあちょっと拝借しているわけですが。結構ね、APS カップっていう射撃競技やってるんですけどね、射撃のね、人たちもね、歩いてる人が多くてね、多くてつも2人ぐらい拝見しましたけど、ちゃんと名前ね、自分の名前を使って何々散歩みたいな、嬉しいですねこれね。皆さんね、多分まあなかなかね、私みたいにぐたら人間と違ってちゃんと仕事してる人は毎日散歩とかってできないでしょうけど、休みの人がね、歩くとね、結構気持ちいいですよ。割と思ってる以上に、しかも歩き出しちゃうとね、意外ともうね、苦じゃないというかね、そんな感じになるんですよ。そこで、今日も歩いております。何分ぐらい歩いたのかな。まあまだ水門越えたところですけどね。今日は1月16日木曜日ですね。いや、昨日ちょっとね、ショックなことは、まあ、大したことじゃないんですけど、まあ木曜日っていうのはね、まあいわゆるヤングジャンプ発売日なんですよ。懐かしいでしょ。月曜日はジャンプ、水曜日はマガジンサンデーだっけ。で、まあ、ヤングジャンプね、このとこね、買ってんですよ。何ヶ月ぐらいかな。まあ、ヤングジャンプ買ってもね、読む作品は一つしかないんだけど、結構知ってる方多いんじゃないですかね。あの、キングダムっていうの。キングダムっていう漫画にですね、しっかりハマりまして、前は単行本で読んでたんですけど、もう待ちきれんと、待ちきれねえわということでね、毎週買っちゃってんすよ。
で、今あれなんですね、まあ毎週連載漫画なんですけど、なんだ、単行本が新刊が出るときってその作業で1週間連載休みってあるのね、たまに。だからそういう時にね、買っちゃうとねすごいショックなんですけど、まあ基本毎週買ってるんでね、まあこれはこれでしょうがないと。で、結局キングダムしか読んでないからそのまま捨てちゃうわけですけど、で、まあ昨日がね、昨日はそうじゃないんですよ。昨日ね、喜びさんでね、木曜日、今ねちょっといいとこなんですよ。内容っていうのは言っちゃっていいのかな、まあ先週の話だからな。まあ宝剣ね、宝剣ね、宝剣っていうのがいるんだけど、ついにそいつとの放送はですね終わると。多分終わったんだろうな。ところがね、主人公のね真っていうのがいるんですけど、それもばったり力尽きて、さあこの先どうなるんだということで非常に気になるところでね、もう12時過ぎたから売ってるかなと。大体ね、あの深夜に入るでしょ、あれ発売日ので。まあ本棚、コンビニの本棚行ったらですね、おお、あったあったと思って買ったわけですよ。そして戻ってきて読もうと思ったらですね、同じ表紙なものが2冊あるではないですか。いやー、今週はヤングジャンプお休みで、先週のが残ってたんでね、あーこれやって、あったあったと思って買っちゃったんですね。結局キングダム以外見てねえから表紙すら見てないという。いやー、まああの別にね、これ2冊買っちゃったのはね、もうしょうがない。また1週間待つのかと、待てねえよっていう、これがね非常に残念と。ただそれだけの話なんですけどね。どうかな、滑らない話いけるかな。いつでも呼ばれた時に準備してるネタは何個かあるんですけどね。まあただ単にそれだけのお話でした。さあもうすぐ鹿浜橋見えてきますよ。見えてきますよじゃねえよ、見えてますよって、もうすぐ着きますよってことですね。はい、またここに来ました。何なんでしょうねこれね、マンション、団地、団地の中にあるから、なんでしょうね、なんかすごい単純なもんなんでしょうね。さあ鹿浜橋ですね、鹿浜橋、なかなか団地、団地してる団地ですね。団地ってでも普通に団地って使ってっけど、集団なんとかってこと、何なんだろうなこれ、ね、そこにあんだよね、ニトリ、ニトリあんだな。さあ首都高、今日空いてますね。いやこの後ねちょっとね首都高乗って仕入れっかもしんないんですよね。下から行ってもいいんだけどな、首都高やっぱ早いは早いんですよね。だから何時間後に多分ここを走ると思うんだよね僕はね。今日はでもこれやっぱりあれですね、風がないと昼間はそんな寒くないですね。まあ晴れてるしね。今週ちょっと雨降るのかな。いやーほんと1回ぐらい雪降るんでしょうね。降んないでもらいたいけど、まあ東京の人間は贅沢だって思う方も結構多いでしょうけど、まあしょうがないですね、そういう場所なんでね。もう上の方降ってんでしょ当然。
北海道、東北、日本海側、さあということで鹿浜橋までやってまいりました。さあここを渡ってこれから埼玉県に突入でいいのかな。まあ川渡りたいと思います。はい、鹿浜橋通過と、通過渡りましたということでね。ですね、今日はね、実はね、今12時50分ぐらいかな。いつもね、ちょっとトイレとか借りちゃってるところ、なんすかな、都市農園レストランみたいのがあるんですけど、そこでね、ちょっとご飯食べていこうかなと思って、なんか野菜とかね、取れた、ここだから、この間、いつだったか、動画撮りましたよね。ここで植えた取れたての野菜で料理を作っている場所がありまして、ちょっとそこに寄ってこうかなと思ってね、喋り出したんですけど、僕の計算でははいここですってそろそろこのタイミングぐらいで言う予定だったんですが、割と遠い全然つかねえよ、まだ。一旦止めようかな。こんな感じですね、今日は。太陽も雲に隠れております。曇り。でも向こうはすごい青空。ね。雲一つない青い空っていうのも、綺麗ですけど。なんかこういってね、ちょっと雲があるっていうのもね、またいいもんですよね。薄っぺらいことばっか言ってるよな。まあでもね、なんか雲って本当たまに面白い形してる時ありますよね。あっちの方が富士山でしょ多分。さて、一旦キロ投げ、はい、着きましたね。都市農園工業というところにあるレストラン、レストラン取れたて、キッチン取れたてっていう名前なんだ。さあここでご飯食べていきましょう。ちょうど昼ご飯だから、今日トゥモローさんランチお休み、私、そこはそこでね、ほんと美味しいんですけどね。さあ行ってみましょうね。取れたて、どんな料理があるんでしょうか。残念、なんとなんていうタイミングでしょうか。木曜日お休みマジかよ。いやー、そっか、調べとけっちゅうのね。木曜日はお休みでした。それ休みあるよな。うっすら嫌な予感はしたんですけど、まさかこんなジャストミートに休みになってしまうとは。明日か、また明日このちょうどいい時間に来れるかな。まあ 4時半ぐらいまでやってるから、ちょっと早めの夕飯でもいいんだよな。ということで残念ながら食べられずという結末になってしまいましたね。いやー、そうですか。まあこれね、いくら行き当たりばったりで多少喋ってるんですけど、一応なんとなくね、まあ最近は YouTube ライブというのもあるんで、まあ何なんとなくこういった話をしていこうかというところで、まあ大体20分ぐらい喋ってるんでしょ、これ 2、30分。で、こっからはね、ここのレストランの感想でずっと終わろうと思ったんですが、世の中そんな甘くないということでね、緊急事態です、今。緊急事態ですよ。まあ、そうでね、一
くらでもあるからね、話はね。お、また例の場所が見えてきましたね。昨日水曜日15日だったわけですけど、昨日ね、あの水曜どうでしょうの新作第1話、関東地方はですね、まあ、東京 MX テレビというのでね、オンエアされたんですね。もう北海道はね、ずいぶん前からやってるんですけどね。で、第1話見ましたよ。ていうかね、まあ、ちょっと YouTube でね、まあ、これも見ててもいけねえのかもしれないけど、上げてた人がいてね、ちょっとちらっと見たんですけどね、ちゃんと放送で見たんですが、今回やっぱりね、面白いですね。つうかね、僕はね、正直ね、もう何でもいい感じね、あの4人がいるなら。だからアフリカ、前作アフリカっていうやつなんだけど、アフリカってね、結構評判悪いんですよね。で、僕も最初見た時はね、そうか、こんな感じかってとこだったんですけど、改めて見返してみるとですね、まあテレビ埼玉でやってたんだよね、何ヶ月前ぐらいかな、半年前ぐらいかな、改めて見るとね、もうやっぱ面白いんだね、あの4人のなんつうの関係性っていうのかな。だから今回のもね、まあ、別に正直何でもいいやという感じだったんですけど、ね、第1話見た人多いんじゃないかな。とりあえず企画が何も発表されずに終わるという、非常にマニアにとってはたまらない内容でしたけどね。まあそんな感じで、ちょっとここ写真撮っとこうかな。どんぐらい喋ったのかな、もうそれこそ尺足りてんのかな。そっか、いやでも残念だけど、そうだね、戻ったらトゥモローさん行って、そっから仕入れだな。ということで、今日はちゃんとこの後仕事をしますよ、仕事を。そうですね、ということでね、まずここまでやってまいりました。さあそろそろ締めでしょうかね、これね。だいぶ荒川、新荒川大橋だったかな、見えてきましたね。いやー、ゴルフ場は全然あれだな、これ元に戻りそうな気配ないな。そうだね、まああの今週ね、まあ大体僕は見るもんって決まってるんですけど、まあ火曜日にね、ももクロちゃんっていう桃色クローバー Z のね、あのバラエティ番組見てたんですけど、またいつも通りね、そこでね、最近っていうか、あのお笑い芸人さんがね結構出るんですよ。で、あんまり知らないようなね、ちょっとマイナーな人みたいなのをブッキングするんだけどね、あの番組ね。まあ、長野さんっていうのは有名なんでしょ、僕はいまいち彼の笑いは分かんないんだけど、あの名前なんてたかな、なんかね一人でねやってる人なんですけど、いわゆるピン芸人さんね、あのなんかねギャグをねひたすら言うんですよ、くだらないのね、しかも、まあ、中には面白いと思うんだけど、ほとんどなんか滑ってる感じなんだよね、で最後にねイエースってあのなんかちょっとガッツポーズ気味にねイエースっつって強引に終わらせるのね、あの人面白いな、あの多分ちょっとプチブレイクするんじゃないの、なんかもう30ぐらいの人なのかな、ちょっと小太りでね、いやーちょっとね楽しみな芸人さん出てきましたね。多分番組の中ちょこちょこ出てくるんだろうな、あれ。さて、あ、ちょうどバッテリーもなくなる。じゃあ今日はこの辺で終わりますか。ということで、散歩40日目、
この後仕入れに行ってきますが、最後までお付き合いいただきありがとうございますということで、ね、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。